ネバネバよくネバーウィーズメッパーうんまいどったでございます皆さんご機嫌んうるわしゅうございますか今回は本屋カめコみの方紹介していきたく思います紹介する作品はこちらババンとブラックウィドウイッツイビッツイスパイダーいやこちらの作品紹介していきたく思います 本当は今年公開予定だった MCU 最新作映画「ブラック・ウィドウ」なんですけどもコロナの影響で公開が11月にずれ込みさらにコロナの影響でずれ込んで来年の春先に公開されるのかあるいはディズニープラスで限定配信されるのかも定かではないというね非常にあやふやな状態になりファンからしたらね深山な思いを持つところではないかなと思うんですけどもそんな ブラック・ウィドウの映画公開に合わせて翻訳出版される予定であった「イッチ・ビッチ・スパイダー」は初めてブラック・ウィドウが日本で翻訳出版された記念すべきコミックであるというところをまず一つね覚えてほしいところでございますうん女スパイであるブラック・ウィドウの魅力十分そしてアクションも抜群に堪能できる今作はね僕 頭空っぽに楽しめます頭空っぽに楽しめるけども女スパイとしての歴史もしっかりとあるんですよというのが小冊子にたくさん書かれているというねこういうボリューム満点な内容となっておりますので作品のネタバレ100%あり田中の偏見妄想服の内容でお話ししていきたく思いますそういった偏見妄想ネタバレ NG ですという方はここから先見ないようにお気をつけくださいませはい では、ブラック・ウィドウであるナターシャは政府からとある依頼を受け潜入捜査をするんですねその潜入捜査の中2代目ブラック・ウィドウとして育てられたイリーナという女の人と,と対峙しそして戦い自分のミッションもクリアしていくというこういった流れがありますその中で 見るべきポインントトはバトルシーンもうここですね、まあ、マーベルコミックといえばバトルシーンとかポージングですねナターシャがこう戦車とかある中でシュッってかっ優雅でエレガントというこの戦い方にねスパイモノらしさを感じます笑うしかっこいいし綺麗ですねって思えるポイントとスパイモノってスタイリッシュである印象ないですか 『007』もそうですけどもすごい困難な任務に立ち向かおうとも紳士的な姿は崩さないというような信念を持つのがスパイもの特徴の一つにあるんじゃないかと思います。でこのナターシャことブラックビデオも自分のクールさと生き,か生き様というものをぶれさせないというところにかっこよさというかね女スパイ者としての良さが。 あると思うんですねでナターシャは女スパイとして潜入捜査してるのに途中で「潜入捜査やーめたって言い始めめまますすもうびっくりしますえー、潜入捜査やめて違うことするの?」っていうのに驚くしまあ潜入捜査を続けるための裏工作というかね、ま、そういったことを大胆不的にできるのも、ま、マーベルコミックの良さだなと思います。 これ DC だとね、もうちょっとね、こちょこちょとね、ややこしいことをしてしまいそうなんですけども、マーベルはそこらへんは、すっぱりと、その手話の流れのまま進んでいきます。で 先ほども言ったドンンパチシーンですねとにかくドンパチシーンとアートの決めごまが最高でイリーナの立ちゴマのシーンもたまらないし雪の降り積もる街の中でも2代目ブラックウィドウとして活躍をしようとするイリーナはお腹丸出しのタイツ姿で戦うんですよ。すごいと もないのとなんか思うんですがやっぱスパイですから特殊な訓練積んでるし何よりもあち海外のグラビア撮影ってね水着姿で雪山で撮影ってよくあるんですよ。もうめっちゃ寒いやんって思うんですが白人独特の白い肌と白い白銀の雪景色がめっちゃマッチするんですよ。寒いやろうけどか綺麗で かっこいいものに仕上がるというのが白人特に西洋的顔立ちのビキニグラビアの良さだったりするんですね、うん、日本でもそういった写真あったりするんですけども映えるのはやっぱ西洋の方が映えると思いますなのでこのイリーナの雪降り積もる中で戦うシーンはグラビア撮影やなと思って読んだらちょうどね 割に合いますね <laughs> めっちゃグラビアやんって僕は思って楽しみましたね。うん前半のアートをジェイジー・ジョーンズという「ビフォアウォッチメン」のコメディアンのアートも担当されてる方なんですけどもこの方のアートが日本の漫画家でいう田口正幸先生のアートとかそのアートとか。 女の人の描き方、バトルシーンの描き方が好きであればこのブラックビドウもめちゃくちゃいいと思います。僕はめっちゃ良かったです。んーに即死感っていうんですかね。だから見たことあるけども違うんやなって思いつつ読むこの感じがとっても好ましかったですね。で、後半のスコット・ハンプトンのアートはビル・シンケビッチのアートに近いようでちゃんと もっと漫画のコマ割りを意識した感じですね。コマ割りをかなり壊しながら、コマをしっかりと使ってた、ビルシンケビッチよりも、形式に当てはめつつ、うまく組み合わせているというかね、そういう印象を持ちました。うーん。アメコミのグラフィックノベル感感じますよね。フルカラーで、かっこいい、説明いらんやろ、これでっていう感じが、僕は好きです。イリーナとナターシャ。 という女性スパイの先輩後輩感で本物のブラックウィドウことナターシャと新米の2代目ブラックウィドウの思いの違いとかもねしっかりとあってでもこの世界に入れば同じなんだよ覚悟とか考え方とか違ってもやらなきゃいけないこと一緒であると故に差が出るというようなね描写もとてもうまく駒に 交てて書かれてたと思うので読み応えありましたねで、僕知らなかったんですけどデアデビルとブラックイドウでお付き合いしてたんですねなんかそんな話出てましたかねへえと思ってちなみに脚本家2人いてそのうちの1人があのグレックルッカなんですよグレックルッカ脚本って結構癖強いんですけどこれめっちゃ良かったですなぜなら基本はドンパチメイン もうスパイやけども、何をもってスパイなのか分からんぐらい爆破が多いです。いや、もう、潜むんちゃうのって、忍びじゃないのって思うんですけど、でもそんなこと関係ないです。もうスタイリッシュに、隠密行動をこなしながら、爆破爆破の連続っていうね。ここのね、ギャップ僕たまんないですね。で、何よりも、このね、ブラックビデオの小冊子。これね、必ず読んでください。ここね。 ブラックウィドウ、イッツイピッツスパイダーの解説がパッとあってね。で、この中に、60年代の女スパイとは、70年代は一体ブラックウィドウ何があったのか、80年代何やったのか、90年代何やったのか、0年代何やったのか、20、0、10年代何やったのかっていうのが全部解説されてます。もうこれ読むだけでブラックウィドウのどうのこうの分かっちゃうっていう、とんでもない玉手箱がこの中に詰まってるんですよ。こ僕これ読んでね。 いや本編の楽しさと別になんか頭良くなった気がするぞ <laughs> 全然その本来の作品読んでないけど読んだ気にさせるぐらい濃密な内容になってて「いやキャップ y さん」っていうねツイッターのアカウント持たれてる方おられてね吉川さんかなというね方が翻訳されててこの解説本も書かれてるんですけども熱量がすごいほんと熱量がすごい <laughs>。 ダークナイトマスターレインの時もほんま熱量すごいなと思ったけどこのブラックビデオもすごいぜひともね勝って小冊子込みで全部読んでくださいめっちゃすごいですからコミック読みやすいそして小冊子は読み応え抜群熟読できるというねこのギャップ何って思いながら楽しむ作品「えブラックビデオイッツ・ビッチ・スパイダー」おすすめでございます何か頭 でかかって考えながら読む作品ではないけどもブラック・ビドウがここまで来るまでにはこんな流れがあったんですよという歴史も楽しめる、えー、いい一冊になってると思います。誰が読んでもそれ相応に楽しめるんじゃないかなと <laughs> 思うぐらいアートも展開も分かりやすく楽しめるいいあ本屋神子だったと思います。はいということで本日は脚本デビン・クレイソングレック・ルッカー アーティストジェイジジョーンズスコット・ハンプトンが担当したブラックウィドウ・イッツ・ビッチ・スパイダー紹介させていただきましたあくまでも田中の偏見妄想服の内容の感想でございますので皆さんがどう思ったのがコメントいただけたらと思いますじゃあまたね